ほどの調味料を全部混ぜて作ってみました。こちらの豚バラブロックでベーコンを作ってみたいと思います。インターネットを見たら塩分は 2% ぐらいがちょうどいいというので、だいたい 2% 適当に測って入れました。そして先ほど取った調味料を適当に入れてみました。そしてあと追加で生姜も入れたいと思います。この豚バラにこちらの調味料をこすりつけていきたいと思います。なんかフォークで刺した方がいいらしいです。染み込みやすくする。なんかやられちゃったかな。これ脂身だぞ。すごいぞ。うわ、脂がすごかったよ。もっといいお肉にすればよかったです。よし、まんべんなくなっちゃう。よく空気を抜いてジップロックを閉めて、これで2週間ぐらいかな、冷蔵庫でコロコロ転がしながらベーコンができるのを待ちたいと思います。これ出来上がこれで漬け終わった後に一回水抜きするのかな。それでできれば燻製までいけたら行きたいけど、燻製しなくてもいいのかな。まあとりあえず1、2週間冷蔵庫の中に寝かせます。ベーコンもどきっていうのかな、ベーコンっていうのかね、とりあえずこれ2週間塩漬けしたんですけど、汁全く出てきてないんですけど、これ大丈夫なんですかね。
とりあえずこれから塩抜きをしてみたいと思います。なんか匂いは美味しそうな匂いしてます。このベーコンもどき、ベーコンに生ベーコンと言っていいのか、あとこれ腐ってないのかな、色的に普通なんですけど、とりあえず塩抜きをして実験台で奥さんに食べさせたいと思います。とりあえずこのトレーがあったので、これにこのベーコンを入れて塩抜きをしていきたいと思います。どこだかわからん。両手でやってていいか。結構外までベタベタだよ。ベーコンっぽい匂いはしてます、うん、で水をちょろちょろ1時間ばかりやって、ちょっと焼いて塩分加減を確認してみたいと思います。塩抜きをしたのでどれぐらい抜けてるか確認の味見をしてみたいと思います。実験台は奥さんです。ちょこっとでいいよね、うん、こっちができて、こっちができてください。んこっち、どれぐらいでいいですか。もうちょっと薄くても味見だ。なんかどう？なんか別に綺麗だよ。脂身だね。どうなの？こっち側の方がいいのか？脂身でいいか。うん、ちょっと残りはまたちょっとつけときます。これをちょっと焼いていきたいと思います。音だけはいい音がします。匂いは俺には分かる。脂身だね、うん、匂いはなんか豚肉の匂いがします。怖いのでよく焼いていきたいと思いますな、うん、まあ焼いたからって変わらない。カリカリにないんだよね多分、うん、でも脂身だね。うん、美味しそうだね見た目は。本当はね燻製すればいいんだけど、ちょっとここには今燻製セットはないので、なんかもう良さそうな気もするけど、もうちょっとカリッとした方がいいですね。
では食べてみてください。あ、すごいいい匂い。いただきます。熱そう。うん、どうですか。おいしい。おいしいらしいですよ、うん、あとはお腹を壊さないかどうかですね、うん、うん。塩気もちょうどいい。ちょっとしょっぱいぐらい。じゃあどうしよう、もうちょっと抜いた方がいいのかな。うん、美味しいよ、うん、なかなか美味しい感じらしいです。あとは奥さんがお腹を壊さないか様子を見てから私も食べてみたいと思います。さあ、自家製ベーコン焼いてみたいと思います。とりあえず奥さん異常がないので食べてみたいと思います。まあ手はいつも通り汚いですけど、まあこれでもこのまま置いたらこれ使えなくなっちゃうからここでやろう。箸持って準備してるから。ちょっとなんか、まあ、切る前からもう箸持って準備してるってどういうことよ。よし、厚さはこれぐらいかな。2切れぐらいでいいかな、うん、とりあえず本当はね燻製とかしたいんだけど本当ないからね今、まあ、とりあえず2切れ焼いてみましょう。ちょっと脂身が多いですね。初の自家製ベーコン。カリッとなるまでよく焼きましょう。ちょっと厚く切りすぎたかな。いや、いいんじゃない。なんかこれが美味しくできたらもっと高い肉でチャレンジしてみたいと思います。ちょっと脂身が多すぎるもんね、うん、カリッパリに焼く、うん、カリッとしてて美味しそう。煙が全部こっち来るんだけど、やっぱなんか鉄板いいね、うん、これだって網だったら全部すすだらけになっちゃうもんね、うん、あ、いい色になってきた、うん、結構いい感じじゃないこれ。美味しそう。さっきより美味しそう。もうなんか良さそうじゃない、うん、いただきます、うん、食べてみてください。あ、すごい。
塩抜きどう？あ、取れてなかった。ん？止まっちゃってた、録画。嘘。自家製ベーコン、美味しかったです。次も、ちょっと挑戦してみたいと思います。これ、なかなかいい。チャーハンとかやったら最高かもしれません。という感じで、自家製ベーコン終了です。大成功。大成功。